満開ですよ、満開。桜シーズン到来。さ、桜は素晴らしいんですけど、こっちも素晴らしいんですよ。この季節、この暖かい季節のこの瀬戸内の波がない海、穏やか。池田です。春になったので桜スポットを巡ってみようと思います。あのメインの桜のスポットじゃなくて、ちょこちょこちょこっとあるような、そういうローカルな場所をですね、今回は行ってみようかなと、考えています。で、桜のこの季節は海が穏やかで暖かくて非常に心地よい時期なんです、実は。なんで、まあ、桜を見るのも好きですが、僕は海沿いでのんびりするのもなかなか大好きです。大きいところもいいんですけど、やっぱり大きいところって人も多いので、人混みが苦手な僕はこういうちっちゃいところを巡るのも方がちょっと性に合ってるという感じですね。では行ってみます。まずは商工センターというあの工業地帯の中にある桜スポットに行ってみようと思います。向こうの方にですね、山が見えるんですけど、山の中の斜面に桜がピッピッピッとピッピッピッと咲いてるのを見て、あれもええなと思いますね。全部満開な通りじゃなくて、こうポツポツと咲いてて、緑の山の中に桜が生えてる、なんかああいうのもすごく綺麗ですね。山桜っていうかな。桜って意識すると結構いろんなところに咲いてますね。っていうか桜の木ってこんなに植わってたんやって思うぐらい、あ、もうあっちこっち桜だらけですね。あっちもこう、この川沿い全部桜ですね。すげえ。で、向こうの山の方にこうチャチャッと桜がある。しかし綺麗やな。あれ、これなんか白とピンクと一緒になってる。こんな桜あるんや。なんか花びらが白いやつとピンク色のやつと、なんか両方ありますね、一つの枝に。じゃこれ初めて見た。偶然ですけど。もうだいぶ落ちて青葉が出てきてますね。青葉か。よし、はい、では間もなく到着します。中小企業会館の裏なんですけど、ここが綺麗なんですよ。あんまり車で来る人はいないんですけど、ちょっとゆっくり走ろう。あのスケボーとか BMX のこう練習ジャンプ台があるところでも知られてる場所。ああ、いいね、いいですね。よいしょ。ていうかこれ下落ちすぎやろ。桜すごい。あっちの方も綺麗ですね。よいしょ、よっこいしょ。ああ、桜をバックになんか撮影してますね。そういうのもええな。さあ、どっかこの辺りで写真でも撮ろうかな。いや、じゃああれかな、ちょっとだいぶ近い。この辺りいいんじゃないですか。よっこいしょっと。よし、ちょっと撮ってみよう。さあ、どうやろ。てかこの緑のタイヤとピンクって合うな。
なんかこの桜系とこの緑色系なかなか縁かもしれない。よし、けい。あー綺麗、綺麗やわ。うわー、この青空ともいいですね。青空とも撮っとくか。うわー、いい。で、こういう感じで自転車と、まあ、桜と。よし、次行こう。お、この港もありますね、桜。でっけえな。なんか桜ってすごい早く咲く白いやつと、この桜前線とともにソメイヨシノか、上がってくるピンクの桜があって、この辺りは全部ピンクですね。ソメイヨシノも白とかあるんかな、あんまり詳しくないですけど。おお、これも綺麗。いつもの公園も桜満開です。よいしょ。さあ、ちょくちょくこう通り過ぎながらですね、いいスポットを、探し走ってるって感じですね。探し歩いてるじゃなくて探し走ってるってことです。これ走るだけでも結構いろいろ道端というか途中にあっていいですね。この春の桜満開の時期のサイクリングってやっぱり車とかに比べると自転車が圧倒的にいいなと思うんですよね。よいしょ。桜ってこういう公園の中とかちょっとこう入りにくいところとかに植わってたり咲いてたりするんで、そういうところをこう自由にフリーダムに行ける自転車は花見にもかなりいい。おうおうおう。で、気になるところがあったらこうすぐ止まってパシッと撮ったりですね、写真を。そういうのができるんでですね。あ、ここにもあるな。連続して植わってるところはまあまあないですけど、やっぱりこうちょこちょこっと、あ、すごいちっちゃいやつもある。桜の木が植わっているようです。いやー、しかしいい天気じゃな。ということでちょこちょこっと走ってみました。もうこの辺りにもですね、1本2本と桜があるんですけれども、まあそういうところを巡ってみるのも、面白いかなと思いました。たくさんですねある、まあ、例えば平和公園とか、宮島あるんかな、ああいう桜のスポットって本当にいろいろあるんですけども、そことは一歩違って身近、だから玄関出てすぐのところにある桜もよく見たらですね、こう小鳥がさえずりをしてたり、さっきなんか2色ピンクと白のやつがおったりですね、なんかそういう近いところにあるものも不思議に感じられたらもっといいのかなと思いました。やっぱりこれたくさんあるとですね、ありがたみがなくなっちゃうんですけど、1本とかやとですね、やっぱり1本森を見るか木を見るかみたいな感じで、その1本の木もなかなか素晴らしかったりするなというのをですね感じました。で、やっぱり、車で行くときと自転車で行くときだったら、自転車の方がこうスムーズに各道を移動できるんで、 あっちに何かいい感じの桜のスポットがあったなとか、こっちにあるなみたいなときに、こうぬぬぬぬっとぬぬぬぬっと抜けてですね、到着して写真を撮ったりすると
そういうのもですね、一つ魅力かなと改めて思いました。もうあと 1,2 週間ぐらいじゃないですかね、この桜が綺麗な季節は。でそれが終わると桜が散って青葉が出てきて、で、まあ、4月中旬から、そろそろ海行けるんちゃうか、海に、海またちょっと海泳ぎに行きたいんですけどね。魚の炭火焼きとかすごいね、絶対うまいんですけど、まあ、そういうのをやっていこうかなと思ってるところです。はい、ということで今回は桜のちょっとしたスポットサイクリングでした。どうもご視聴ありがとうございました。